科目通り修正とは、各学校の定めるところにより、当該学校の学生、生徒等以外のもので一、または、複数の授業科目を履修するもののことである。科目通り修正は、長考生と呼ばれることもある。しかし、その学校が単位を付与する必要がない長考生も、いるので、長考生と科目通り修正とは異なる。履歴書の学歴欄などには記入しないのが、 一般的である。しかし、虚偽でなければ公表しても問題ない。大学卒業後、教員免許や司書、学芸員、社会教育主事などの取得を目的として、体系的に履修する場合には、履歴書に記入する場合が多い。また、司法試験や公認会計士試験などの資格浪人生が、履歴書に空白期間を作らない目的で、 科目通り修正や超高生であることを記入する場合もある。オープンカレッジの制度とは異なり、一般の学生、生徒と同じ授業科目を履修する。科目通り修正は各学校が次のような種別に分けていることが多い。次は主に大学における分類の例であるが、科目通り修正を種別分けしていない大学や、 次に説明する分類の二つ以上を一つの種別にまとめている大学もある。日本における大学のほとんどは科目通り修生制度を設けている。学部、または学科、専攻ごとに履修生募集を行っている大学が多いが、他学部、他学科や全学部共通の科目も履修できる大学もある。科目通り修生としての入学専攻は、書類専攻のみの場合が多い。 出願資格は、高等学校卒業、または、それと同等以上と認められる学歴を有するもの、としている大学がほとんどであるが、短期大学卒業程度以上の学歴を有するものや、学歴は問わないとしている大学もある。検定料、入学金は、それぞれ、数万円以下、授業料は1単位あたり数千円数万円が、相場である。ほぼ全ての大学では、 授業料が重量制であることが大きな特徴である。国立大学では大学、学部によらず学費がほぼ一定である。公立大学では管轄の自治体によって大学間で異なることもある。私立大学では大学、学部が独自に学費を設定している場合が多く、大学間、または学部間で大きく異なることもある。私立大学の場合、通信課程より 通学課程、文系学部より、理系学部、講義科目より、実習科目の授業量が高額となる傾向がある。在籍期間は1年以内の大学がほとんどである。ただし、延長手続き、または再び入学手続きを行えば、在籍期間の延長を認める大学も多い。実習、実験、演習等は受け入れを制限している大学が多い。また、 通学課程では授業担当教員ごとに承諾が必要な大学も多い。この制度は、障害学習や資格取得、大学評価、学位授与機構の与える学位の取得などに活用されている。解説の大学、学部一覧及び大学ごとの詳細は、大学評価、学位授与機構のウェブページに公開されている。ただし、通学課程の場合、 大学のウェブページには履修生募集を行っていることを公開しない大学、学部も多く存在するので注意が必要である。大学院で設定されている科目の科目等、履修生となる場合は、最低でも大学卒業が志願要件とされる場合が多い。ただし、志願理由によっては、修士の学位がない場合は、単位を習得しても免許上や、 資格申請などの要件を充足できない場合もあるため、大学院博士課程前期を修了していることが、結果的には要件になってしまう場合もあることに、加えて、修士の学位が基礎資格となるため、自動的に修士の学位を有していることが、事実上の出願要件となる。ありがとうございます。